レッドビズ。人形の休月は22日、24日までの3日間限定で活躍したサムライジャパンの選手たちをモデルにした人形の展示を本社で始めました。これはワールドベースボールクラシックが始まったときに一度展示され、今回の活躍で再び展示されるものです。ダルビッシュユウ選手、大谷翔平選手。 佐々木朗希選手、村上宗隆選手、ラーズ・ヌートバー選手の5人がモチーフで、9月はモチーフになった選手が活躍し、世の中を明るくしてほしい、国民に感動と元気をとの願いを込めて、人形を作ったということです。